二階堂踏みかけるチェ・ジョン・ヒョプ、アイ・ラブ・ユー、校長の秘密ンドラ展開以外にも、<は>女性視聴者の胸キュンを誘う、絶妙ファンタジー設定。二階堂踏み、29が主演、チェ・ジョン・ヒョプ、30が相手役の火曜ドラマ、アイ・ラブ・ユー、TBS 系、毎週夜10時の第3話が、2月6日に放送される。 宇津女性社長と年下高身長男子のラブコメ演出に多くの視聴者が引き付けられているようだ。このドラマはチョコレートショップの社長で心の声が聞こえるテレパス能力を持つ元宮ゆり二階堂が韓国人留学生のユンテをチェジョンヒョプ30と恋に落ちるファンタジック 1>, 1月30日放送の第2話は平均世帯視聴率が6.3%。ビデオリサーチ。